はい、皆さんこんにちは、ワンダルグリフィッシュです。今回はゲームの野望アークシズの脅威 V ネオジオン上編の続きをプレイしていきたいと思います。前回から地球侵攻作戦としていよいよ地球へ部隊を送り込んでいます。今回はまずはインドを取って、アジアからユーラシアにかけてですね、幅広く制圧範囲を広げていきたいと思っています。開発状況に関してはですね、今ギラ動画、これの開発を進めています。ギラ動画が完成したらですね、もうちょっと戦力がアップできるかなと、底上げできるかなというふうに思っていますので、まずはそこまでしっかり進めていきたいと思います。では時間を進めていきましょう。各戦線で連邦が反攻作戦をして領土の奪還を試みてきていますが、まずは目の前のインド、マドラス基地攻略に入っていきたいと思います。モビルスーツの数がね、ちょっと圧倒的に足りないなという状況になっています。マドラスの方ですが、敵はどうだろう、土台に乗っているものだったり、数はそれなりにいそうかなという感じはしますね。まあ、ここはうまくシャーナルを使って数では劣勢になっている状況ではありますが、なんとかね勝ちに行きたいと思います。まあ、主戦はやっぱりシャーの百式、クエスのキュベレ、この辺りになってくるかなと思います。早速敵に取り憑かれたな。これは物で言うとアッシマーですね。アッシマー、しかもモビルアーマー形態になっているし、ここにいるバウンドドッグもモビルアーマー形態ですね。モビルアーマー形態だとちょっと厄介なんですが、モビルアーマーにはモビルアーマーでぶつかるしかないので、レーズンでいきましょう。本当だったらね、先に占領してしまいたいなというのがあるので、占領を取りに行きたいところではあるんですが、落とされたら元も子もないというのもありますので、まずは目の前の敵を排除していきます。敵は数が少ないながらもジェガンがいそうですね。このジェガン相手だとかなり苦戦すると思いますので、ここは注意したいなと思います。あとはコウ・ウラキが乗っていたバウンドドッグ、この辺りも要注意ですかね。ではそのジェガンとシャどうかな。百式界のシャだったらジェガンも倒せるんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、格闘戦にはならないのでなんとか持ちこたえたという感じですかね。シャでジェガンを落としました。ゴーのバウンドドッグも落としましたね。これで戦況が安定すると思います。はい、旧式のザクマリーナ一気に3機撃破しましたね。はい、これでインドマドラスを取りました。この後は、冒頭でお話した通り、アジアユーラシア方面、さらにアフリカにも手が出せればいいかなというふうに思っています。ではいよいよギラ動画完成しましたので、ギラ動画の生産に入っていきます。資源が足りなくてちょっと大量生産というわけにいかないのが残念ですね。ただ最新の量産機が作れるようになったというのは本当に大きいかなと思います。では先に
地理的な関係からアフリカキリマンジャロに部隊を投入していきます。まだギラ動画がですね量産体制に入って間もないということもあって数が揃えられていませんので、今回も主力はね、変わらず出雲の部隊ということになります。まあ、バウが機動力があってかなり活躍してくれてますね。それに支援で、ズサ、この辺りがこの地球上の地理でですね動きがなかなかスムーズに取れない中、運用がうまく回っている機体になっています。順調に数を減らしてきてます。この後は白衛戦に入っていくかなと思いますので、そこでジェガン相手にどれだけこらえられるかですね。では敵の基地中心部に攻め込みます。チャッキースがいますね。この辺りのキャラクターが乗っているユニットを落とせば、まあ、このキリマンジャラも取れるかなというところですね。ちょっとここはイリアが危ないところまで追い詰められましたが、なんとかこらえてくれたな。次のターンで決着をつけたいですね。ではキリマンジャロに残っている敵部隊を掃討していきます。キリマンジャロの方は、まあ、ここで確実に取れそうなんですが、逆にですねオデッサ、ここに連邦が反抗作戦を仕掛けてきていて陥落の危機ということになっています。まあ、まさにオデッサ作戦というところなのかもしれないんですが、そこをなんとか守りきらないとですね、ただでさえ資源が厳しくギラ動画の量産に支障が出ているので、このオデッサをね守りきるという作戦へとこの後シフトしていきたいと思います。はい、ではキリマンジャロは取れました。で、先ほどお話した通り、少しですねオデッサが危ないという状況になっていますが、一旦ここまでにさせていただいて、次回ですねまたこの続きをプレイしていきたいと思います。